皆様、こんにちは。宇宙語チャンネルのヤンガスです。今日は、腑に落とすということ。ね、腑に落ちるって言いますよね、お腹の。ね、こっち、お腹に落とすってこと。実はスピリチュアルのね、世界では、この腑に落ちるっていうことが、ものすごく重要になります。普通はね、普通の人間的な 感覚でいうと、なんか物事を覚えようと一生懸命勉強して、知識として覚える。でも、そういう一生懸命勉強して、まだ腑に落ちてないものっていうのはね、忘れちゃったり、だんだんね、記憶がはっきりしなくなったりします。でも、そういう、情報として、脳がね、なんていうのかな、すぐ取り出せるようなところに、 置かれている場合でもだんだんだ忘れてていくようななメカニズムに人間の場合になっていくそうではなくてスピリチュアル的な能力でいうと腑に落ちればそれがもう忘れることなくずっと取り出せるっていう感じで私はどうしてこうその腑に落ちるっていうことが起きたかというともうだいぶ前だな45年前か5年ぐらい前かな要はそのなんていうのかな リーディングってあるでしょ要は、誰々さんのと繋がってその人の情報をいろいろね、うん、読むっていうのをリーディングって言うんだけど、そのリーディングっていうのを私やったことがなくて、で、それまでは、なんだろう、統合のセッションとか、あとは訓練霊言のセッションとか、あと宇宙語のセッションっていうのは受けたことあるのね。でもそういうリーディングとか、 あとヒーリングもやったことあるんだけどリーディングのセッションっていうのはやったことなくてえー、どうやってやるのかなって全然分からなかった。でも私の周りにすごいリーディングがめちゃくちゃ得意で有名な人たちが2人いたわけで1人は男の人で関西にいる生命、ね、判断っていうかそういうのがものすごい有名でリーディングができる人がいた。でもう1人は東京にねいる女性でもうその人は宇宙語の通訳もできるしもうとにかく。 でききなないいいことはないぐらいにリーディングもできるのねで同時期に僕がやったことないんでやり方分かんないから聞いたの二人にほぼ同じぐらいの時期に聞いたのそしたら二人とも同じことを言ったの。自分の中で A さんだったら A さんっていう特定できればその人がなんだろう近くにいなくても遠隔で写真だけであっても電話口でもよくて。 まあ自分の中でこの A さんっていう特定ができればいいで同姓同名の人がいようが関係ないみたいなね本人と会ったことなくても自分の中で特定ができればリーディングできますよっていうことを2人同じことをおっしゃったのであそうなんだと思ってストーンって腑に落ちたのねその感覚で腑に落ちたんでストーンって腑に落ちたんで次のお客様からちょっとじゃあ試しにリーディングしていいですかって言ったらもうリーディングできちゃったのものすごい僕の場合は 消化体で動画で見えるんだけど、うん、その人の普段の生活がもう動画でリアルに見えちゃって登場人物に見えちゃってそれを確認したら全くその通りですごいびっくりしてたんだけどそだから誰に習ったっていうことはないですただ譜に落として、うん、そういう風になればリーディングができるんだと自分の中で誰誰って特定ができればもうその人の情報は取れるんだっていうのが ストンって腑に落ちたってそういう感じで腑に落ちましたでそれはねスピリチュアルの世界では本当に腑に落とすっていう風に言われているのねそうしたらできるようになりますとでその感覚だねだからやっぱりご自分で各自がいろいろ取り組んでその腑に落としてあできるようになったっていう感覚をねぜひつかんでいただきたいと思います本日はご視聴ありがとうございました